皆さんこんにちは、早瀬ゆきみです。広瀬聖香です。うたとねラジオ括弧仮第3回目の配信放送でございます。お願いします。お願いいたします。ということで今回は今回はまずはふつおたなどの皆さんからいただいたお便りを紹介して、はい、でその後に一本コーナーをやっていきたいと思います。思っております。お便りは YouTube の、このアーツビジョンチャンネルの、うん、コミュニティという何と言いますかね、欄があるんですよ。掲示板的なね、そうそうそう、やつあるんですね、はい、そちらのコミュニティの方で募集させていただきまして、はい、そちらでいただいたお便りを読んでいきたいかなと思います。思ってあります。送ってくださった皆様本当にありがとうございます。ありがとうございました。これはまだ募集というか、うん、もちろん開放しておりますので、はい、ぜひこれを聞いて、ぜひぜひ、あ、そんな募集してたんだって人も、うん、ぜひ送っていただけたら読む機会、はい、まだまだありますのでお願いいたします。ということでじゃあ、はい、早速読んでいきたいと思います。ふつおた、これはラジオネームでいっか、かっこ仮だから、かっこ仮、うたたねネーム、うたたねネーム、うたたネーム、うたたネーム、うたたネームでいきますか今回は。いい、ちょっと今回だけかもしれないんですけども、うたたネーム、はい、ニワリスさん、ありがとうございま す。じゃあ読ませていただきますね、はい。せいかちゃん、ゆきみちゃん、こんにちは。こんにちは。ツイッターの浴衣の写真を見ました。ありがとう。ありがとう。二人とも浴衣がよく似合っていて髪飾りも素敵で見惚れてしまいました。お出かけした時のエピソードとかはありますか、とのことです。ありがとうございます。そうなんですね。いや、あげました。何の前触れもなくあげました。あげましたね。突然私が誰かから撮られた写真をあげ、そしてその後にゆきみさんがさらっと2人の写真をあげ、別に行きましたみたいな話はしてないんですけども、見とれてだっけ、見惚れてって言うんだっけ、見惚れてだ、ちょっと、見とれて、見とれて、ちょっと恥ずかしい、ググります、ググります、恥ずかしい、ちょっとググらせてください。あ、やばい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 、見とれて、見とれて、違う、見惚れてってやってる、やってる、あ、来た来た来た、あぶねー、あぶねー、バカ認定されちゃった、バカ認定さ、はい、あのエピソードとしては、はい、すっごいもう時間がギリギリで、そうですね、で私ゆきみの、髪の毛もやるし、うん、着付けもやるっていうつもりだったんで、うん、逆算してね、時間がもう大変っていう時で、そうですね、で、ね、なんとなく髪の毛はその移動のね車の中でこう黒うわーって揺られながら結んで、そうそう、結んで、ね、バーって着替える時に、うん、そうなんかね、そう、ゆきみのも着付けるつもりだったんだけど、うん、結構ゆきみの方がすぐパッて終わったんで、はい、なんか私もすぐパッて着て、もう2人でね、もう全速力でお祭りへ向かうっていう感じでして、でもあれだよね、そのホテルでちょっと着付けをしたんですけれども、うんうん、ちょっとそのホテルからその花火大会の会場までに駅が3駅ぐらいあったんですけど、ちょっと田舎の方の駅だったので、ちょっと数十分に1本しか出ないやつだったんですよ。それで私たち、まあ、ギリギリ1本逃してしまいまして、そもそもね、そもそもね、そもそも1本逃してしまいまして、乗りたかったやつは逃したんですよ、逃してしまいまして、まあ次ので間に合うから大丈夫かって言って、何のね疑いもなく、一番先ホームに、ね、そう、解説入ってすぐのベンチがあったから、そうそこに2人座っても2人で写真、ああいうね、上げた写真とか撮ったり、うん、動画撮ったりして、ね、遊んでたんですよ、結構時間があったから、そうそれで、まあ、あと15分後ぐらいかな、うん、に電車来るねっつって遊んで写真撮ってたら、まあ、15分ちょうど経ったぐらいで、うん、なんか向かいのね、そうそうそう、ホームに電車がこう来る音がしたんですよ。そう、それで私たちはでも何の疑いもなく、もうじゃあ一番ホームとしましょう、うん、一番ホームに座ってるから、なんか向かい来てんねみたいな、そうそう、この時間、うちらの電車の予定時刻で向こう来て、こっち来ないねみたいなやって、そしたら私ちょっとなんか一瞬あれって思って冷静になったんです。なんで私たち何の疑いもなくこっちに座っているんだろうと思って、
そんでめちゃくちゃ恐る恐るこうあのねスマホのアプリの乗り換えを見たら、うんうん、まあ、2番ホームだったの電車がね、うちらが乗る予定がで、やばいと思ってあっちだと思って、もう電車来てんだよね、もう来てる、到着して到着してて、でももうあの階段を登ってくるんだけど、ね、そう、なんか歩道橋みたいなね、そう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 、感じで向こう側に行くっていう駅だったのね。え、走るよって走るんだけど、私はあの割と運動靴っぽい感じのサンダルだったから大丈夫だ、せいかが下駄だったんですよ、うんうんうん、だからそれもあってもう私のもう後ろにせいかがどうやって走ってんだけど全然追いつかなくて、でもあい、もう最悪あいつを捨てて私一人でも通って電車になると嘘だけど嘘だけど、とりあえずもう私は全速力で走ったの、うん、私がワンチャンこうワンチャン滑り込めるんじゃないかと思ったんだけど、ちょうど私の目の前で電車が閉まっちゃったのよ、うん、ドアが。でも絶望よ、だってそもそもの予定時刻の1本逃してるから、そうそう、20分ぐらい遅れてんだよ。そう、これを逃したら花火がもう終わる、終わってるんだよね、うんうん、着いた頃に、うん、もうだからもう絶望よ、うん、だから東京からさ、ね、わざわざ来てさ浴衣まで来たのにさ、こんな終わりがあるのかと思ったけど、うん、なんかわかんないけどパーって開いたんだよね、私の前の。じゃあ、あんたボタン押してたの、押したのかな、私。え、なんか私無意識に押したのかな。え、なんかその田舎のさ電車ってさ、うん、なんか開閉が、うん、ちょっとボタン式みたいな、エレベーターのやつみたいな、うん、だったからもうひたすらに押して閉まってるのに押してで、なんか押してて、で私が着いた時に、うん、ゆきみがその見てたドアは閉まってたんですよ、うん、でももう一個先のドアが開いてて、私着いたら、え、ゆきみあっち開いてるよっつって二人でそっちにガーンって乗って、 そしたらなんか他のドアも全部シューって開いて、なんでだったんだろう、なんでだった、多分私のね母親が割とその田舎の方に育ってたから、うんうん、っていうことがあったんだよねって話したら、多分見てたんだよ社長さんがみたいな、田舎はね、うん、もう本当に本数少ないからねみたいな、ちょっと優しいんだ、そう、こいつら浴衣着てるぞあ、これ直したら花火終わるんじゃねえかって社長さんも気づいたのかもしれない、優しさ、優しさなのかもしれない、優しさだったんだあれ、そうなんだよ、だからギリギリ乗れたんですよ、うちらはその優しさのおかげで、そう、よかったです田舎の優しさに心温まりました、触れまして、そんな感じです、うん、そんな感じでギリギリ間に合って綺麗なものを見られました、見まして、はい、よかったですということで、よかったですということで、もう一ついきますか、はい、お願いします、はい、では続いて、はい、うたたネーム、はい、おっくんさんからいただきました、ありがとうございます。早瀬さん、広瀬さん、こんにちは、こんにちは、最近、あ、自分は最近メンズメイクにハマっています。いろいろと試行錯誤しているのですが、自分に似合う色や塗り方をなかなか見つけられず上達できません。お二人は可愛くて素敵なメイクをされていますが、ご自身に似合うコスメやメイク方法をどうやって見つけましたか？またお二人のメイクのこだわりなどもあれば教えていただきたいです、とのことです。ありがとうございます。メンズメイクなんてすごいね、でも私のお友達の彼氏さんもメンズメイクしてるらしくて、うん、あ、そうなんだ、じゃあそう、もう全然浸透してるというか、うん、一般的なものなんだ、ね、でもね、やっぱ女性はさ、みんな大体メイクしてるけど、うん、男性ってメイクしてる人そんなに多くないから、そうだ、ね、少しでもメイクすればやっぱ女の人はさ、メイクしてるかしてないかなって見てわからないからさ、うんうん、そう、あの少しでも綺麗に見えればね、うんうん、印象も良くなるし素敵だと思います、うん、素敵だと思います。私たちメイクありがとうございます、褒めていただいて、ありがとうございます、こだわり、ま、でもどうって見つけたかとかはある、私は、うん、なんかあのなんだろう、ま、なりたい顔のインフルエンサーさんとか、まあいうね、うん、芸能人の方ってちょっとメイク公開してない人とかが多分メイクさんからのメイクとかだったりするあれなんだけど、モデルさんとかアイドルさんとかは結構多分公開してたりすると思うんですけど、まあ、そういうのを見てなりたい顔の人のを見て、うんうん、私は完全に覚えたって感じですね。なるほどね。コスメとかも多分真似したんだけど、一番最初の時は、うん、なんかお仕事で、うんうんうん、中学生の時だ、うん、
ギリギリ中学高校生ぐらいの時で、うん、あのメイク全くしたことありませんみたいな時で、うんうんうん、でも急にお仕事でちょっと自分でメイクお願いしたいですって時が来て、うん、わーどうしようどうしようっつって、うん、でうちのお母さんもそんなにがっつりメイクしてるわけじゃないし、うん、若者のメイクとかも分かんないから、うん、とりあえずその、薬局というかさ、うん、なんかプラザとかロフトとか、うんうん、多分そういうところに行ってメイクの店員さんにあのフルでメイクできるのありますかねみたいな、どれ必要ですかって聞いて、うんうんうん、オールキャンメイクで揃えたキャンメイクってね安い、うん、そうすごいプチプラの女の子って可愛いなそうそうそうそんな感じそうキャンメイク東京ってやつですね皆さん多分 CM とかでね、うん、見たことあるめっちゃ安くてそうでも品質というかね、うん、めちゃくちゃちゃんとしてるめちゃ良くてそのキャンメイクでもオール店員さんの言う通りに、ね、これがいいと思いますみたいな顔とか多分見てくださって、うんうん、色とかも選んでくださっていいそれで最初全部揃えて、うん、でもその後はちょっとずつやっぱりそのね、インスタとかを見ながら、うんうん、ちょっとずつ話題のものを私全然本当に詳しくなくて、うん、あの話題になったものしか持ってないんですよ、うんうんうん、本当に自分のメイクポーチ見てもなんか話題の品みたいな意外とそんなにあれだよね、うん、なんかこう流行りになんていうのこの新規のさ、うん、シーズンもの絶対買うとかじゃないよね全然ないね意外とそうなんですよねそうなんですよもらい物とかねあそう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 なんか化粧品を選べないから選んでもらうみたいな感じで、うんうん、友達にそうだよ結果人からさもらったものがさ割とずっと使っちゃうのあるよね、うんうん、だから似合うしそうそうこういうなんかこれが欲しくてとかで、うんうん、アイシャドウとかマスカラ欲しくてとかででもなんか、ね、おすすめのやつだったらとかで、ね、そういう風にして得ていますね、うん、なるほどゆきみは私初めてたのはでも中学生ぐらいだったけど、うん、その頃はもうまだ YouTube とかさ全然さ今でこそ YouTuber っていうのがあるけどさ、うん、その頃は本当に美容系とかいう言葉もさ、うん、そんな浸透してなかった頃だから情報がまだまだなくて、うん、だから100均でまず買ってアイラインとかめちゃくちゃもう多分今見たらマジでもうなんかこめかみまで行くんじゃないかぐらいのアイラインオルチャンメイクとか流行ったの覚えてない韓国の女の子オルチャンってそんなアイライン長いっけめっちゃ長いのよ黒くてめっちゃ長いんだけど、うん、それが流行ってたから、うん、なんかもうこめかみぐらいまで描いてた記憶があるんだけど今でこそなんだろうパーソナルカラーとかあるじゃないねえにきみさん調べに行ったんですよパーソナルカラー調べに行ってそれで私はあのイエベ春がファーストでセカンドがブルベサマーっていう、うん、ちょっとなんかよくわかんない横文字だと思うんですけどまあありまして肌の色がねで、うん、似合うメイクとか色味も違ってくるよってやつなんですけれどもそれで私はちょっとこう、うん、なんていうの自分にしっくりくるものが、うん、あやっと見つかったって感じ最近だからめっちゃ安定してるメイクがあそうなんだおすすめよ私あとでもこの仕事だからできることではあるんですけど、うん、メイクさんに聞きますそうだねなんかこれプロだもんこれって悩んでるんですけど、うんうん、買うかとか、うん、これ何色がいいですかねとか、うんうん、これ実際どうですかなんかメイクさんも大体持ってるから持ってるね私これちょっと試してみたかったんですよって言って試させてもらうとかそこがじゃあ塗ってみるとかね、うんうんうん、そういうのできちゃうのはちょっと特権ではあるんですけど特権ではありますね、ねそんな感じでそうだねメイクおすすめの化粧品とかあるまあでもとりあえずお気に入りみたいなわかんないこれ絶対使うなとかも特にないそうだねないなマジで毎日違う説あるわだけどまあメンズメイクとかわからないけどなんかとりあえずプチプラのものからいっぱい始めて、うん、自分に合うものをっていう感じが一番いいと思います、うん、私メイクのこだわりは、うん、なんかあのとりあえずキラキラさせてます年中そうだね年中キラキラ、ねうん、ラメしててで、うん、なんかよく友達にあのほっぺとかまでねそこまでつけたのって大体そういうの汗で飛んでるんです私の場合文化祭みたいなピッチでさラメつけてるから、うんこれはこだわりなのかなと思って聞いたけど、うん、全然汗で多分流れたのをこうハンカチで押さえてる時にボンボンボンってほっぺにまでついてますみたいなあれはあれでねそうそうなんか可愛いからラメはどこについてでも大丈夫なんで大丈夫です
まあまあちょっといろいろ試行錯誤して自分に合うものを探してみてほしいなと思います。思います。上からみたいになっちゃったけどありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでちょっと半分ぐらいお時間も過ぎたので、はい、あの企画の方に移らせていただきたいと思います。はい、本日やる企画はこちら、心理テスト。いやー、某なんか秘密道具だ。秘密道具のあの方に似てました、うん、なりそうな、はい、まあなんかちょっと心理テストをやって、ちょっとパーソナルな部分、ちょっと皆さんに見せてない部分が出てきたらどうしようというヒヤヒヤもんではあるんですけれども、ですね、ちょっとねやっていきたいかなと思います、はい、ちょっとなんか、まあ、上からパーッと気になったのをやっていこうと思うんですけれども、うん、まあこれでいいんじゃないですか。じゃあまずは精神年齢がわかる心理テストということで、はい、読み上げますね。皆さんもぜひ一緒に考えてみてください。はい、犬を飼うことになりましたがあまり懐いてくれません。そんな時あなたならどうする。はい、1おやつで気を引く、うん、2優しく声をかけて撫でてあげる、3一緒に遊んであげる、4犬が自分から近づいてくるまで待つ。ふんふんふん、なるほど。私はうわどうしよっかな。私は懐いてくれませんか。うんうん、私これかな。じゃあせーの、 2!1! おお、私は1のおやつで気を引く私は2の優しく声をなで声かけて撫でてあげる。なるほど。まあこれちょっと、まあなんかちょっとなんかわかる気がするな。なんかね、これはあれですね、結果見ていきます。お願いします。1のおやつで気を引くを選んだあなたは精神年齢は10歳、小学生くらいです。天真爛漫な素直さが魅力です。ということで。魅力なんですかね。10歳。10歳、そんな気はしました。なんか低そう。低そうだね。おやつだって物だからね。物で気を引こう。吸ってんだもん。で、2のね、はい、優しく声をかけて撫でてあげるを選んだあなたは、精神年齢が20歳。あ、トントンですね。同じぐらいで、うん。早く大人になりたいと背伸びしてしまうところがあります。あ、そうなんだ。優しく声をかけて撫でてあげる。ね、で3の一緒に遊んであげるを選んだあなたは精神年齢は40歳、飛びますね。感情を抑えることができるゆとりのある人間です。へえ、なんか逆にこっちの方がさちょっと低そうな感じするけどさ、一緒に遊んであげるか、分かる分かる。まあ遊んであげるというこの余裕な感じもしかしたらあるのかもしれないですね。遊ぶじゃないんだ、あげるなんだ、ね、遊んでもらうでもない、うんそうだね、遊んであげる、あげるなんだ、ね、まあ、そこですかね。で4、犬が自分から近づいてくるまで待つを選んだあなた、はい、精神年齢は60歳。あら、完璧。相手のことも自分のことも理解することができるようです。おろー、まあなるほどね。待ちの姿勢ができるのはやっぱ大人っちゅうことよね。うんうんうん、それはそう思うわ。続いてこれちょっとやってみる。どうか、これちょっとドキドキしない。確かに。あ、そっか、あの時のリアクションが分かる心理テスト。ちょっとさ、これドキドキするんだけど。何？あなたは一人で映画を見に行きました。はい、一人分を買ったはずなのに二人分のチケットを手渡されました。その時のあなたの反応は。え、私はいらないから、あの、返します。あー、もう素直に、だって一人で映画見に行ってんだもん、うん、二人分もらっても同じ回だしさ、いらないかな、うん、確かにね。ゆきみは二人分もらえました。一回私も多分一人なんですけどって言うと思うんだけど、うん、それで店員さんが差し上げますって言ったらもう速攻で友達誘ってっていうタイプかな。わかんない。もらえるならもらえるならもらっときますのタイプ。私はいきますね。うわその反応はあなたが好きではない人から告白された時の反応です。うわ、しかも冷静にお返し、それともラッキー。もうまさにこれです。私は冷静にお返し、ゆきりはラッキー。ラッキー。うわ、しかも友達呼ぶってさ、友達紹介するみたいな感じなんじゃない。それか、もう、いや、私はちょっとごめんなさいなんだけど、でもフリーの子いるからみたいな。やばい。キューピッドになろうとしてる。やばい女。
それかもうラッキーだけで捉えるとしたら、うん、もう好きじゃないけど、とりあえず付き合うかみたいなってこと。いやないぞ。どっちにしてもちょっとやばい女ですね。ちょっとやばい女だな。私はいいんじゃないですか。あなたは誠実な方だ、ね、誠実ですよね。まあ、ね、いらないですとか言ってたけど、チケットだったんで気持ちだけね受け取っていくって、うん、そんなちゃんと断るけどな私。これどう？お、じゃあ読みますね、うん、続いて、あなたが恋に冷める瞬間がわかる心理テスト。おい、あなたは好きな人とカラオケに来ました。しかしすぐに出たくなってしまいました。その理由は1、カラオケに飽きた。2、音質が悪い。3、雰囲気が悪い。4、好きな歌がない。このさ、雰囲気が、3の雰囲気が悪いってのはもう部屋の雰囲気がちょっとこうやばいってこと？なんかここちょっとやばいみたいなこと？ベールが出そうみたいな。いや違うんじゃない？なんかちょっと気まずいなみたいな。なるほどね、2人の気まずさか。すぐに出たくなってしまったんでしょ？いやでもさ、雰囲気悪くてもさ、すぐ出ようとは言えない気がすんな私、まあ、でも出たくなった理由だから言わなくてもその理由なんじゃない？私これかな。うん、私もこん中だったらこれかな。授業、うん、せーの4、私2番の音質が悪い。私は4の好きな歌がない。あーちょっと古い機種だったとかそういう感じかな。もうなんかや、何このカラオケみたいなところに来てしまったと、うん、でこれがあなたが恋に冷める瞬間。冷める瞬間言います、はい、お願いします。じゃあ雪見の音質が悪い、はい、結構長め。2の音質が悪いを選んだあなたは、相手はずっと同じように愛してくれているのに、他の魅力がある人や彼を上回る何かを持ってる人を見つけるとすぐに心変わりしてしまうタイプ。うまくいけば階段を上るように付き合う人のレベルも上がっていきますが、長く続いてこそ分かる良さや情もあるもの、実は一番最初に付き合った人が一番相性が良かったなんて後悔をしないように、時間をかけて魅力を発見して相手にばかり求めず、あなた自身も磨いてね。なるほど。うわーこいつやばいね。だって心変わりしちゃうんでしょすぐ、うん、やば。なんかちょっとなんだろう、うん、現状に慣れてきちゃうと全然変わってないのに、うん、好きになった時と何も変わってないのに、うん、って思っちゃうんだ。なんか当たり前をそのなんて言うんだろうな、飽きちゃうっていうことだよね、うんうん、当たり前に慣れてきちゃって新しい刺激を求めるみたいな、うん、そこにある幸せに気づけないタイプだ。私は気をつけてください。気をつけます、はい、じゃあ次私4、はい、好きな歌がない選んだのは、うん、お、好きな歌がないを選んだあなたは精神的に自立しているタイプ、うん、人には決して迷惑かけないし、迷惑をかけられるのも大嫌いなクールな性格、うん、恋愛に対しても常にバランスの良い関係であることを望んでいます。お互いを思いやるならギブアンドテイクは当たり前、それを守らない相手には冷めるどころか軽蔑の気持ちさえ起こるほど、騙されたり利用されたりする心配は全くなし。ただし厳しすぎると疲れちゃうので、もう少しゆったり構えてもいいかも。うわ、ちょっと刺さったでしょ今。超刺さったでしょ。ギブアンドテイクでしょ。なんか同じ量をくれないとめちゃくちゃ機嫌悪いから。自分がすっごい好きですっごい尽くしてたら、うんうんうん、なんで私はこんなに尽くしてるのにっていうタイプ。ね、これすごくない？これ結構当たってんじゃない？ということで、あの、うん、方法家のね、1、カラオケに飽きた。カラオケに飽きたを選んだあなたは、恋の温度を下げないためにはお互いの努力が大切というのがあなたの心情。なるほど。2人でいる時間を楽しめる工夫を怠ることに一番ムカつきます、うんうん、お決まりの場所でゆったりデートもたまにはいいけれど、そればかりが続くと手を抜かれた気分になり、さーっと巣に戻ってしまう様子、諦めが早く、もういいや次の相手探そうとなってしまいがちですが、相手に不満をきちんと言って挽回のチャンスを与えてあげてください。なるほどね。なるほど、お互いの努力で恋を続けられるよということで、うん、まあ確かにな、結局な、まあでも恋愛ってそうだからね、どこもそうだよね、うん、お互いの努力みたいなとこはあると思います。で続いて3の雰囲気が悪い、どういうことみたいな。雰囲気が悪いを選んだあなたは、はい、とにかく甘えん坊のあなた、うん、お、好きだよという愛の確認の言葉は常に言ってほしいし、あ、スキンシップも絶対必要。思っているだけで通じ合う、そんな古風な恋愛は絶対無理、うん、愛し合う気持ちは実際確かめ合ってなんぼというタイプです、うん、
お互いに忙しくなってデートの数が少なくなったり、スキンシップが減ったりしようものなら不安と不満が爆発、私たちもうダメねなんて逆ギレする場合も、冷静な状況判断を忘れずにね、ということで。言葉が欲しいタイプね。そうね。でもさ、どう好きだよって愛の確認毎回はさ、求められたらちょっとね、ね、ちょっといいよくねもうってなっちゃいそうだけど、なんか、自分も多分言うタイプじゃないと思うし、なんか言わなそうだわ確かに、でも自分が言った回数分返してほしいみたいな。めんどくせえ。届いてんだ。いやでも結構当たっ、これはちょっとなんか私とゆきみそれぞれのやつだけ3つちょっと心にくるものがありましたね。当たりたくはなかったけど、私も。そうですね。じゃあラスト、はい、ラストいきたいと思います。お願いします。私今すごいガチリ言うんだから問題文お願い。いきます。うん。あなたが何に騙されやすいか分かる心理テスト、うん、あなたが庭の手入れをしていると古そうな壺が出てきました。その壺の中に入っていたのは何、1. 蜂蜜、 2. 家系図、 3. 小判、 4. 庭の土。なるほどね、なるほど、庭の手入れ、あーなるほどね、なるほどね、あこれですね、庭の手入れしてたわけでしょ、うん、よし決めました、決めましたよ、せーの2、2と迷った、でも2と迷った、そうそうそう、私も3と迷ったから、あじゃあちょっと近いかもね、見ましょう、じゃあまず2、うん、家系図を選んだあなたは家柄の良さなどが騙されなどに騙されやすいです。また位の高い職業の人などをすぐに信用しますわあ、職業で決めるタイプの人間ということで、長いものに巻かれるさ。で次3番、うん、小判を選んだあなたは、はい、お金に関することで騙されやすいです。簡単に稼げるだとか投資の勧誘に気をつけてください。気をつけます、お金は大事だよ、投資はね危ないですから皆さん、はい、続いて1、蜂蜜を選んだあなた、うん、甘い言葉や顔の良さに騙されやすいです。口当たりのいい言葉を言う容姿のいい人に気をつけてください。いますね、危ないですから。で次4、庭の土を選んだあなたは現実的で騙されにくいです。そのまま地道で堅実な考えを持っていくといいでしょう、とのことです。お意外だね、土が入ってる人が一番いいんだ ね、まあ確かにね、ま、現実だって何も庭にさ壺埋まってたらそれは庭の土が入ってて当たり前だもんね。そうなんです、それはそうなんですよね、夢を見るなっていう話です、はい、皆さんね、今の言ったことに気をつけて、はい、ぜひこれからも堅実的にね生きていきましょう。生きていきましょうということで、はい、結構なんかバラされたな、うん、割となんかちょっと舐めてたけど、舐めてたけど結構取ってんじゃんとか、割と取ってるかもしれないなみたいなのがちょっとありましたので、ちょっと心にしっかりと刻み込んで参りたいと思います、はいはい、まあ、皆さんも当たってたらぜひコメントとかで何選んだよっての教えてくれると嬉しいです、はい、ね、はい、それではまた次回でお会いしましょう。広瀬聖香と林瀬きみでした。バイバーイ、バイバーイ。